皆さんこんにちは。十勝財団の田村と申します。本日は農業機械の事実上の国際標準企画である i s o バスにつきまして、私からご紹介させていただきます。えー、本日はご覧のように、i s o バスのコンセプトや通信企画、機能について簡単にご紹介させていただき、その後に i s o バスを用いた自動化やその優位性についてお話をさせていただきたいと考えております。 それでは、イソバスのコンセプトについて簡単にご紹介いたします。重要なコンセプトの一つ目は、相互運用性です。作業機の高度化、自動化を低コストで実現するために、電子制御システムの搭載が必須となってきています。トラクターと作業機の間では、シリアル通信によって必要な情報の受け渡しを行います。このように、 重要度を増しているトラクター作業機関通信ですが、現状、日本国内のトラクターメーカーが販売する製品の通信仕様は共通化されておらず、各メーカーのトラクターに対応した作業機を準備する必要があります。一方、ヨーロッパ、アメリカをはじめとする世界各国の主要な農業機械メーカーは、すでに通信仕様の標準化に取り組んでいます。 近年、北海道内の生産者あたりの工作面積は拡大を続けています。農業機械の輸入数も増加しており、今後、国際標準規格に対応した農業機械のシェアが北海道内では高まるものと考えられています。そこで私たちは、異なるメーカーの農業機械の総接続を実現する国際標準規格、イソバスを 日本国内でも普及させたいと考えております。二つ目は作業機が協調制御の主体となるコンセプトについてです。ここでは i s o バスの代表的な機能を例示しながら説明します。まずはユニバーサルターミナルと呼ばれる機能についてです。i s o バス対応作業機の操作は トラクター内のユニバーサルターミナルと呼ばれる操作用ターミナルを用いて行いますが、ユニバーサルターミナルに表示される画面やスイッチ入力の情報は作業機側の ECU に格納されており、作業機を接続する際にトラクター側に転送されます。このように作業機の情報や制御方法はすべて作業機が持っており、制御の主体は作業機です。 次はトラクターインプルメントマネージメントと呼ばれる機能についてです。この機能が実装された作業機はトラクターに対して動作の指令を出し、作業機の動作や作業の進捗に応じてトラクターの動作をコントロールします。具体的には作業機がトラクターのステアリング、補助バルブ、ヒッチ、PTO、走行速度などを調整します。補助作業の具体的な手順、これに伴うトラクターの操作は 作業機が知っている情報であり、作業機が作業の主体となるコンセプトはとても理にかなっています。農業機械に搭載される機能だけでなく、データの総合運用性や通信仕様のオープン化も重要なコンセプトの一つです。衛星画像から得られる作物の生育状況などに応じて、補助一位ごとの 施肥量を可変制御する可変施肥、種子の発種間隔を可変させる可変発種など、精密農業を実施するにあたり、マップ作成ツールと作業機制御装置間のデータの総合運用が必要不可欠です。また、作業機の作業記録データを営農管理システムに入力できると、作業進捗の管理や解析が効率的で楽になり、 経営の高度化に貢献しますが、ここでもデータの相互運用性が重要なポイントとなります。急バす規格は農業機械だけでなく、営農管理システムなどとの情報交換にも使用されるため、データフォーマットについても規定しており、このことで異なる機械メーカーやサービス提供者のシステム間での相互運用性が確保され、ユーザーニーズに応じた多様な運用が可能になります。 次に、ISO バスの通信規格や機能についてご説明します。ISO バスのベースとなる工業規格は、国際標準化機構が規格化した国際規格 ISO11783 です。この規格はご覧の通り全部で14のパートからなっています。本日は入門者向けの講座ということで、内容の詳細には立ち入りませんが、 これから IS ISO11783 はかなり複雑な企画書でユーザーが使用する部品単位での機能の明確化という観点からは必ずしも必要十分な内容とはなっていませんそこで、えー、国際業界団体である アグリカルチャルインダストリーエレクトロニクスファウンデーション。日本語ですと国際農業電子財団のような役になりますけれども、そしてこの後 AF と略しますけれども、この団体がですね、ユーザーに示される製品単位で機能を明確化し定義しました。これらの定義された機能が急バす機能と呼ばれているもので、この機能の明確化により、危機感のプラグプレイが 可能となっていますつまり、ISO バスとは AEF が ISO11783 の実装について定めた統一仕様のことを指す故障なのです。参考までに AEF は2008年に7社の国際的な作業機メーカーと2つの機関により設立された、えー、独立機関です。AEF の会員企業団体は AEF のホームページで確認することができます。また AEF は ISOBAS 対応機器の相互接続性を担保するため、i s o b ス s 認証テストという認証制度を運用しています。i s o b ス s 認証テストに合格すると、右下のようなラベルを製品に添付できるほか、i s o b ス s データベースに製品情報を掲載できます。この後 i s o b ス s 機能についてもう少し詳しく説明していきます。 まず、ユニバーサルターミナルモジュールについて簡単に説明します。ユニバーサルターミナルは作業機を操作し、また情報を表示するためのデバイスです。製品の例をこちらに示しています。ユニバーサルターミナルを用いて、椅子バスに対応した様々な作業機を操作することができます。また、作業機を異なる機種に交換しても、複数接続しても、 ターミナルを交換せずにそのまま使用することができます。次はオーギュラリーコントロールモジュールです。オーギュラリーコントロールとは、作業機を操作するために用いられるジョイスティックやスイッチアレイなどの補助入力装置のことです。製品の例をこちらに示しています。比較的複雑な操作を直感的に行うことができます。 次は、ISO バスショートカットボタンモジュールです。トラクターのキャビン内に設置され、作業機に意図しない動作などが生じた場合の非常停止などの目的で使用されます。製品の例をこちらに示しています。ユニバーサルターミナルと一体化したモジュールも市販されています。次は、タスクコントローラー機能についてです。 急バす企画ではタスクコントローラーは3つの機能で構成されています。ここではタスクコントローラーベーシック機能について説明します。タスクコントローラーベーシック機能は、実施した作業の総量を記録し、営農管理システムなどとデータを交換するための機能です。データの相互運用性を確保するため、データ交換には ISO、XML 形式のデータが使用されています。 コントローラーの機能はユニバーサルターミナルモジュールに実装されている場合が多いです。写真はタスクコントローラーのベーシック機能に対応した作業機の例です。次にタスクコントローラー事業機能について説明します。タスクコントローラー事業機能を使用することで位置情報を利用することが可能になります。具体的には 作業マップなどを利用した可変施費などの作業に利用することができます写真はタスクコントローラー事業機能に対応した作業機の例です、えー、ここではタスクコントローラー事業機能を利用した可変施費の例を見ていきます、えー、この画像は民間企業が提供する施費マップ作成ツールの画面です 衛星画像から作物の生育状況を判別し、生育状況の良い場所は施肥量を少なく、生育状況の悪い場所は施肥量を多くするための施肥マップを作成できます。この施肥マップを可変施肥に対応した作業機に取り込むことで、可変施肥を実現できます。近年は国際情勢などにより肥料価格が高騰しており、 当面この状態が継続すると見られていますが、このような可変施肥の技術を利用することにより、肥料の使用量を最適化することが可能となります。次にタスクコントローラー、セクションコントロール機能について説明します。セクションコントロールとは GPS の位置情報や希望のオーバーラップ幅に応じて、施肥料や端機の セクションンを自動動的にオンオフする動作のことですこの機能に対応した作業機を使用することで複雑な形状の補丁でも多重散布や波数を防ぎ適切な作業を行うことができます写真はですねタスクコントローラーセクションコントロール機能に対応した作業機の例となっておりますご参考までにセクションについて補足説明します セクションとは、散布機や端機の最小作業単位を表す言葉です。ここでは例として、散布機の噴霧ノズルの例を示しています。セクションがノズル1個で構成される場合、3つのセクションに分割されます。セクションコントロールに対応した作業機は、位置情報とセヒマップなどを用いて、セクション1からセクション3を 個別ににままた自動的オオンオフ制御すすることができます次にトラクター ECU 機能について説明します ECU とはトラクターを制御するための電子制御装置のことです一般的にトラクター1例あたり複数の ECU を搭載しています i s o b のトラクター ECU 機能は例えば走行速度 PTO 回転数などトラクターの持つ 情報をバス対応作業機機に提供すするための機能ですこれらの情報はトラクター後部やキャビン内に設置された i s o バスコネクターから提供されますこの写真はトラクター ECU 機能に対応した電子制御装置の例となっております次にトラクターインプルメントマネージメント機能について説明します この機能に対応したトラクターと作業機は双方向の通信に対応しており、作業機からの指令によりトラクター動作を制御することができます。具体的には作業機がトラクターのステアリング、補助バルブ、ヒッチ、PTO、走行速度などを制御します。補助作業の具体的で最適な手順、またこれに伴うトラクターの操作は、通常の場合作業機だけが知っています。そのため、 作業機がトラクターをコントロールするというコンセプトはとても理にかなっていると言えます。これまでに紹介しました i s o b 機能ですが、任意の機器同士を接続した際に正しく動作することを担保するには、各機器の ECU に実装されているソフトウェアが AF、e、のガイドラインに従って正しく動作することが保証される必要があります。i s o b 対応機器の総合運用性を担保する目的で、 AEF は i s o b ス認証テストによる認証制度を運用しています。i s o b ス認証テストは現時点においてドイツ、イタリア、フランス、アメリカで受験することができます。また i s o b ス認証テストは複雑なソフトウェアのテストを含んでおり、事前準備なしに受験して合格することは困難であるため、開発段階で使用することを目的とした i s o b ス認証テストツールも提供されています。 ス,ス認証テストの対象となるのは ECU であり作業機本体ではありません。このためテストセンターに ECU を持ち込むなどの方法で受験することとなります。ハードウェアとソフトウェアの両方が認証テストの対象となります。ハードウェアテストでは通信回路の電圧レベルやタイミング電源回路の瞬断体制電子回路全体の静電気体制などが評価項目となっています。 ソフトウェアテストでは通信を介してソフトウェアの動作が詳細に確認されます。i s o b ス認証テストに合格しますと、i s o b ス対応を表示することができるようになります。また、こちらに示していますような AEF の i s o バスデータベースに合格した製品を掲載することができ、国際的に i s o バス対応製品を周知することができます。 ここからは、旗作作業を自動化、省力化するための具体的なアプローチについてご紹介したいと思います。旗作作業の自動化、省力化を実現する方法として、ロボットトラクターや急バス対応作業機の活用が国内外で進められています。これら2社の間にはどのような違いがあるのか、少し見ていきたいと思います。現時点において、国内メーカーが 市販しているロボットトラクターは、トラクターが事前に設定した経路において、ステアリング操作や作業機の昇降、PTO 回転数、走行速度などを事前に設定した動作となるよう調整する動作となっています。例外的に一部の特定の作業機との間では協調制御が可能な場合もあるようです。一方の ISO バスティム機能に対応したトラクターと作業機の組み合わせでは、 作業機が作業状況に応じてトラクターのステアリング操作や作業機の昇降、PTO 回転数、走行速度などを調整します。作業機が主体となり、作業状況に応じて調整する点がティム機能の特徴であり、また利点となっています。えー、さて、働作作業の自動化には、トラクターと作業機の協調制御が必要ですが、 ここではその理由について見ていきたいと思います。まずどのような旗作作業があるのかについて、北海道農業生産技術体系という資料を参考にしながらご説明したいと思います。この資料は標準的な農業生産技術と農畜産加工技術の体系を整理した資料で、公益社団法人北海道農業改良普及協会から発行されています。 北海道農業生産技術体系の指名イメージはこのようなものになっています。補助作業ごとに作業時期、使用する作業期、作業人員、標準的な作業時間などがまとめられています。1年間の作業計画を立てる際の基礎となる大変有用な資料です。 ここでは例として、生殖用バレーション生産において、作業機を使用して実施する代表的な作業と、これに使用する作業機をリスト化しまして、各作業のロボットトラクター適合性を見てみました。再度、整地作業には問題なく利用できそうですけれども、カルチベーターによる除草作業などでは、 機体のずれにより作物に被害を与える可能性が排除できませんし、その他作業では何らかの協調制御を取り入れないと使えないのが現状であると思われます。このように作業機との協調制御なしにロボットトラクターを旗作の多くの工程で使用することは現状難しい状態にあります。旗作の多くの工程を自動化、省力化するためにロボットトラクターについても 作業機協調制御を実施可能な状態としていただくことを期待しています一方の ISO バスティム機能対応作業機では複雑な作業も自動化することができます今日は時間の都合上この動画を再生しませんがティム機能の特徴がわかりやすいのでご興味をお持ちの方はぜひご覧になってみてください 本日は磯バスの概要についてお話をさせていただきましたが、私たちは磯バスを社会実装するための普及推進活動を行っております。私たちの活動につきまして、ホームページでも情報を発信しておりますので、ご参照いただけましたら幸いです。この動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。ご意見、ご質問等ございましたら、こちらのメールアドレスまでご連絡ください。それでは失礼いたします。